四天王、ある分野における実力者4人組のこと。もちろん野球の世界にも四天王は存在し、球界に旋風を巻き起こしていた。九州に存在する四天王横田は、速い足と流し打ちを得意とするバッティングを身につけ、安打を製造、足でチームを勝利に導いた。そんな横田に目をつけ、巨人はドラフト2位指名。北九州の走り屋四天王が再びプロで活躍することをみんなが見守っている。高校時代キャプテンを務め、人望もあり謙虚な性格の彼。絶対にプロで活躍してこの高校の名前を大きくする。今以上に成長した自分を見せてやる。チームメイトに祝福されながら彼はプロの舞台へ行く。そんな北九州の四天王、走り屋、横田栄司の人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回はドラフト2位指名された横田の人生を見ていきましょう。人望もあり四天王と言われた彼がプロの世界でどのような活躍を見せるか、皆さんぜひ見届けてください。ということでキャンプイン。キャンプイン初日に自慢の走力を見せ、石井コーチから足の速さを生かすべきだと言われる。横田はコーチの指導のもと盗塁練習を開始。足で相手チームを翻弄し、巨人の走り屋になるため。彼はとにかく走った。しかしコーチは思った。スカウトの情報より足が遅いな。そして1年目。スカウトの情報が大きく間違っており、それほど足が速くないことが判明。しかし横田は自慢の足を生かしたいということで、走塁、盗塁練習に勤しむ。まだまだ芽が出ないが、ここから1軍昇格のために2軍の試合はもちろん、練習にも励む。続く2年目、盗塁のコツをつかみ、2軍で活躍を見せるも1軍昇格ならず、能力はあるのだが、いまいち光るものがない。さすがの横田も焦っていたが、なんと留学の機会を与えてもらえる。ペナントに向かい、さらなる高みを目指し1軍昇格を目指す。続く3年目、なんと横田は海外で様々なことを学び、自分の潜在能力を引き出すことに成功した。比較するともはや別人。守備力を大きくアップさせた。さらに帰国後1軍昇格、打率2割2分とそこまでいい成績を残すことはなかったが、自分のなすべきことが分かった。ここからは守備と走塁に磨きをかけ、技術で戦う選手になることを誓う。練習は再び走塁練習、ベースランにも磨きをかける。続く4年目。打率2割6分、盗塁22回を記録。143試合すべて出場し、そこそこの成績を残すことができた。そのため年俸は大幅アップの1億。横田は打率3割、盗塁30という目標を立て、再び来季に向かう。続く5年目、試合フル出場はならなかったが、目標である打率3割をクリア。インタビューでは、コーチの指導やチームメイトの厚い信頼関係が、この成績に結びついたと思います、と答えた。しかし年俸は2000万ダウン。試合フル出場していればもっと伸びたかもしれない。その後石井コーチがさらなる指導技術を求め留学。横田も新たな技術を習得するかもしれない。続く6年目。143試合出場し華麗な流し打ちで打率2割8分を記録。再び22盗塁を記録し、打てて走れる打者となった。さらにコーチより塁に出た時相手を自分に注目させ、打者に集中できない技術を教わる。トリッキーな技術だが、これがあるだけでチームの打率は大きく変わるはず。そんなコーチの思いを聞き届け練習に励む。続く7年目。打率が徐々に下がり、得点圏1割5分と打撃でチームに貢献することができなかった。長打率も下がり、バッティング練習を意識しなければならない。だが28盗塁を記録。さらに初となるゴールデングラブ賞を受賞。盗塁数も伸ばしたいが打てなければ意味がない。横田は打撃を意識していく必要がありそうだ。続く8年目。日本一達成。横田の素早く速い守備動作が光る。タイトルもゴールデングラブ賞を受賞し、盗塁34を記録。しかし謙虚すぎる性格が影響し、撹乱する技術を習得できなかった。とりあえず走塁練習に切り替え、さらに盗塁数を伸ばすことにする。続く9年目。ついにタイトル盗塁王を獲得。38盗塁を記録し相手チームに走塁でプレッシャーをかけた。もちろんゴールデングラブ賞を受賞。走れて守れる素早く技術のある選手となった。そのため年俸は大幅アップの1億4000万。目標である足の速さまでもう少し。打撃技術を磨きながら走塁も速くしたい。続く10年目。前年から身体能力に変化はなく、成績も大きな変化はなし。ゴールデングラブ賞を受賞し、年俸も2000万アップ。さらに、東の伊達天、と呼ばれ、身体能力のピークが近づいてきた。首脳陣やチームメイトからアドバイスを受けるも能力が伸びない。横田はどうするか考える。続く11年目。体の限界を超え、走塁で自身の目標タイムを突破。打率も2割5分と1級の選手ではないが、走塁を武器にチームに貢献した。もちろんゴールデングラブ賞を受賞。
しかし彼は身体的に限界を迎えている。これからどのようなトレーニングをするのか悩んでいた。そんな彼に声をかけたのはベテランの吉村コーチ。身体能力だけで野球の勝負は決まらない。技術を極めることも重要だ。そんな彼は吉村コーチの指導を受ける。ヒットを量産できるバッティングを身につけるため、コーチの元練習に勤しむ。続く12年目。能力は成長しないが技術を身につける。コーチの頑張りの元バッティング技術を大きく向上させた。タイトルはゴールデングラブ賞。打撃技術を向上させるが、打率2割6分9厘。盗塁29を記録、再び3割を目標にする。年俸が2000万アップ。再び撹乱の技術を手に入れる。続く13年目。なんとせっかく手に入れた打撃技術を失う。せっかく覚えた技術を失うのは痛い。しかし守備の技術が大幅に向上。スペシャリストのような守備で数々の走者を仕留める。151安打で初となる最多安打。技術はなくなったが、打者として活躍を果たした。その後横田は再び相手チームを撹乱する技術を身につけるべく、石井コーチから教えを請う。謙虚な性格の横田に身につけられるか。続く14年目。冷静な判断で意外性を突く走塁で場をかき乱す。横田が塁に出ると、投手はプレッシャーを与えられる。横田は投手にとってとても厄介な存在となった。さらに前年獲得できなかったゴールデングラブを受賞。しかし打率は下がり2割4分、さらに対左打率1割4分を記録してしまい左投手が苦手に、前年忘れてしまったバッティング技術。これが今になって響いてきた。横田は今年、打撃技術という大きな課題を見つけた。続く15年目。体の衰えにより能力は低下。試合数も少なくなり、時期にスタメンの座を離れる時が近づいてきた。そんな中でも2割8分9厘の記録を残し、得点圏3割という好成績。その影響かチャンスに自信を持つようになってきた。体は衰えても精神力は強くなる。横田はプロに食らいつく意志を固めた。続く16年目。再び打撃技術を身につけるも出場回数は少なく、盗塁がついに一桁となる。かつて盗塁と守備でチームを支えたが、守備はともかく他の能力で活躍できるかはわからない。今季は横田のプロ人生を決める大きな分岐点となる年だった。続く17年目。横田。引退を表明。巨人は最後の年に30回目となる日本一を達成させた。撹乱する技術は消えてしまい、31打席で今シーズンを終え引退。最後にいい姿を見せることはできなかったものの、彼のプロ野球に対する姿勢。謙虚な対応により多くのファンが彼のプロ人生の活躍を称え、引退に涙した。横田は1500本安打達成により殿堂入り。高校時代のチームメイトや監督、もちろん巨人のチームメイトと首脳陣。彼に関わった人物のほとんどが活躍を祝福した。引退後横田はプロ野球解説者、評論家を務め、自分自身が歩んできた歴史。生まれたから今までの人生を書籍化し、多くの地域で講演会を行っている。その講演会の中で彼は必ず話していることがある。僕は謙虚だ謙虚だなんて言われるけど、自分を謙虚だなんて思っていません。負けた時は負け、勝った時には勝った。いいことをされた時はありがとう、悪いことをしたら注意する。ごく当たり前のことを言っているだけです。そして決して調子に乗らない。調子に乗ると足元を見ることができませんからね。人間としても大切なことです。プライドなどで当たり前のことができない。そんな人物を一気に切る彼の一言は、当たり前。当たり前のことだが、彼の人格に当てはめると圧倒的な説得力がある。解説者、講演家として活躍し。そして数年後、今は巨人の監督としてチームを支えている。今後は横田がどうチームをまとめていくか、どのような戦略で戦うかが見物となる。彼は再び注目される。今度は選手をまとめる。監督として。小学3年生から野球を始め、チームで勝利をつかむことがどれほど大切か教わった。それに伴い心も鍛えられ、自分の頑張りや共に戦ってきた選手たちを嫌味なく称えることができた。確かにプライドというものは必要かもしれないが、必要のないプライドも存在している。外面だけでなく内面をどれだけ綺麗にできるか、共に戦った仲間を認められるか、それだけで人生は、大きく変わると思いますよ。